私たち入れ替わってる？いけちょっと待って俺攻め完成させろバカだあよかった完成できるいけこれは何これいけ俺からのお年玉だいけこれ誰これ誰これはいけ何しに来たのこいつはいや誰そってようやく来てくれ、ようやく来てくれた それは甘いんじゃ。からやるから見てな。会社上がりに埋めます。でその場に落とす。はい。うわあ！うわあ！うわあ！おお！185。でどうしてそんなに面白い存在であろうと必死なんでしょうか。俺面白い存在であろうと必死。俺どうしてそんなに面白い存在であろうと必死なんでしょうか。必死か俺。ヘロヘロ、高校受験するのでその時の話とか聞きたいです。中3。純度 100% の中3やん。最高。ヘロヘロ、高校受験するのでその時の話とか聞きたいです。中3。こいつが中3じゃないわけない。ロッキーさん、大会出て、いっぱい出て。資料を残して、ちょっとマジで見せてくれ。資料を残して、おくんなまし。え、すごい、え、すごくない？俺普段の配信でおくんなましなんか言ったことないよ。めっちゃすごくない？ショートしかっとけば大丈夫か。はい、初めての。これ後ろ向いたら感染してる感じになるのかな。やはりこの竜は発生が早くて頼りになる撃墜技を持ってますので、まあ、コンボがならなかったとしてもある程度の撃墜を担保されていると。その代わりこの空は単発での撃墜が多少難しい。福屋の店員のセールストーク、もう無理ありすぎてすげえ面白かった。フリース買おうとしててさ、最初はさ、いやなんか軽いのにめっちゃあったかいっすみたいな、めっちゃあったかいんで冬ガンガン着れると思いますみたいな言ってて、で俺がなんか迷って、すげえ迷ったから、
その理由として昨日ちょうどアウター買っちゃったんですよねみたいな、このアウター買っちゃってみたいな。でそのアウターがすげえあったかいから、その今日買う服はそんなにあったかくないアウター欲しい、暑くないアウター欲しいんですよねみたいに言ったら、いや、あの そこまで全然あったかくないです、そこまで全然あったかい、いい意味で、いい意味で風通します言ってきて何でもありかこいつ、いや全然全然あったかくないです、いい意味で風通します。でなんかその結構昨日結構大きい買い物しちゃったからみたいな、いやでも買っちゃっていいと思いますそれそっち目線はそうだけどさ、パパパパパパパーっと、フォー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 、今でもリツくんのことが大事だと思ってる、本当はこんな形で終わりたくないんだがなんでオタクになっちゃうの本当はこんな形で終わりたくないんだが。おお。デデデは村人としてどっちがいけんだろうな。こいつちょっと埴輪だるそうじゃない。梅埴輪。自然だ、ガンフリ強すぎ。おはようございます。その場回避財布、こいつの意見も聞きたかったな。ステージ先、キャラ先の無関心です無関心だって。ステージ先だろうがキャラ先だろうが関係ねえ。その場回避から財布こするだけだ。協定行ってきます。マジかよ。え、今日の何時からなの。え、待って、実際いつなの。今日だよね、多分土日でやんだよね、あれって。理系なので2時半からです。なんかガチっぽくないまさかの展開だよこれ。大学は決まってます。その場回避から財布こすってんのに決まってんの、大学が。なわけないやん。そんな、そ、理系で大学が決まってる、そんなわけないやん。その場回避から財布してるってことは、だって内心も悪いでしょ。だって学校の成績も悪いはずだ、絶対。真面目にやってないんだから。だってしっかり指定校をいただきました。そんなわけないだろう。なんで嘘つくんだよ。 おめでとう。その場回避財布、お前頑張ったんやな。でもそれでセンター試験、何娯楽で受けに行くの。親が受けに行ってこいとのことなので。しっかりした家庭で育ってる、なのにその場回避から財布を。自分は一応ジョーカーメインです。衝撃の事実衝撃の事実カズヤバカにしてるだけだこいつ。カズヤを鼻で笑いながら、自分はジョーカーでスマートに指定校推薦。鼻で笑ってんだカズヤのことは。カズヤ三島は大好きです。友達専用に使ってます。こいつ友達もいるぞ。こいつジョーカー使いで指定校推薦もらって、普通に高校の友達とかと楽しくスマブラやるときはカズヤでパーティーゲームをやってあげると。彼女はごめんなさい、彼女もいます彼女もスマブラ関係ない友達もいて、指定校推薦でジョーカー使ってます。スマートな人生。近づかないよ。ずっとこれやるよん。みんなお風呂とかコンビニとか行ってきていいぞ。
疲れが取るぞ。行くぜ。四国マンおにぎり。一番おにぎりが使わないキャラクター。こいつはなんかダメなんじゃなかったっけ、相性悪いんじゃなかったっけ。遅刻もするし切断もする。お前は何をやってもダメ。お前はこの先の人生何をやってもダメ。村人トレモ2023コンボいきますか。じゃあ赤キクス勇者を倒すという気持ちを込めていくぞ。2023年は赤キクス勇者を倒します。 DD コングで2010倒せないこれじゃ。俺が黒ブラのツイートするとさ、なんかすごいもうどこの美人だよっていう赤アイコンのスケベなアカウントからフォローされる。多分黒いブラジャーだと思ってる。俺が黒いブラジャーについて何かツイートしたと思ってエッチなアカウントにフォローされるということに気づきました。黒ブラの宣伝をすることによって新規フォロワー獲得。周りから見える誰が見に来んのこれ。どううわうわだやばい、みんなが土蓋に向かってる。土蓋に向かってる。みんなが客視点行こう。今から帰んなよ。なんかやってんね、なんかやってんね君。おいやってんねめっちゃやってんね。外しとるやないかい、うん、やめなさい。そんなことやったって無駄だから。あなた失敗ばっかりしてんだから。やっぱおい、横スマッシュを食らう気持ちはどうだい。